こんにちは、橋本彩子です。アスペルガーと自己愛性人格障害の違いというテーマでお伝えをします。ちょっと前に動画で HSP の人が自己愛性人格障害の人から身を守る方法というテーマで動画を出したところ、コメントで元夫はアスペルガーかなと思っていました、この動画を見て自己愛性人格障害かもしれないと思いました、両者は似ているんでしょうか、といったご質問をいただきました。それ以外にもアスペルガーと自己愛性人格障害の違いを教えてくださいといったコメントをいただいておりますので、私が自分で調べた内容から分かったことを共有させていただこうかなと思います。私は精神科のお医者さんとかではありませんので、より詳しく知りたい方は専門家の方が書いた文献などを読んでいただくといいのかなと思うんですけれども、私の調べた内容で岡田隆さんという方のアスペルガー症候群という本とパーソナリティ障害という本を参考にさせていただきました。まずアスペルガー症候群とは、厚生労働省のホームページに書いてあるのが、アスペルガー症候群とは自閉症スペクトラムと呼ばれる発達障害の一つで、自閉症の3つの特徴のうち対人関係の障害とパターン化した興味や活動の2つの特徴を持っており、コミュニケーションの目立った障害がないとされている障害です。で、言語の発達の遅れがないというところが自閉症と違うところで、知的発達に遅れのある人はほとんどいないっていうこと、これが厚生労働省のホームページですね。岡田さんの本に書いてある内容なんですけれども、遺伝的要因の関与は大きいということで、アスペルガーを含めた自閉症スペクトラムの原因は、生まれた後の親がどういう教育をしたかっていうより もう生まれながら持った性質であることが大きい、もちろん 100% ではないんですよ、 100% ではないんですけど、後天的にっていうよりも生まれつきっていう傾向が強い。ただその生まれつき、通常に生まれてても親の教育的に共感性が乏しかったりとか、アスペルガーの性質を持つような育て方をした場合はアスペルガーになりやすいと言われる。で、現代っ子ですね、親が働いていてあんまり家にいなかったりとか、インターネットとかゲームとかのあふれた環境で育てると、アスペルガー症候群になるだろうということも書かれています。なので傾向として生まれつきが大きいんですけど、生まれた後にもなる可能性はあるよ。あとアスペルガーの大きな特徴として、同じような特性を持って生まれていても、その後の教育方法ですね、親御さんの関わり方とか置かれた環境によってどれだけアスペルガーの症状が出るかっていうのが人によって全然違う、出方も違うし、同じアスペルガーで自閉症スペクトラムといっても人それぞれ程度も違うし出方も違うしっていう、同じアスペルガーといっても全然人によって違いますよっていうことを書かれています。一方で自己愛性人格障害は、ありのままの自分を愛することができず、自分は優れていて素晴らしく特別で偉大な存在でなければならないと思い込むパーソナリティ障害の一類型である。で、原因は様々あると言われるんですけれども、これはですね、アスペルガーと違うのが養育環境言って起こることが大きいと言われてる。なので育てられ方ですね、特に多いのが甘やかしすぎて育てたりとか、ある一部分では甘やかしてるけど、ある一部分ではすごくひどい扱いをしているといった、そのアンバランスな愛情のかけ方をされた場合、あとは愛情剥奪体験ですね、幼少期に両親の離婚などで親が突然いなくなったりとか、そういった経験をしている場合は、見捨てられ不安みたいなことになるんですけれども、それも自己愛性人格障害になる原因の一つと言われています。自己愛性人格障害の症状としては、とにかく他人から褒められたい、自分の理想イメージがすごく大きくってプライドが高いので、自分が他人から認められるためには何でもするし、他人を利用するっていうのが自己愛性人格障害なんですよ。なので他人に興味がないっていう意味では、アスペルガーと自己愛性人格障害共通しているポイントではあるんですけれども、その目的と原因がちょっと違う。アスペルガーの場合はもう生まれ持った気質として他人には興味はない、自分の世界で自分のパターン化された行動で幸せに生きていきたいっていう傾向が強いんですけれども、自己愛性人格障害の場合は自分がもう認められたい褒められたいっていう気持ちが強いがあまりに、他人は別にどうでもいい、自分が褒められるために他人は利用する存在だって思ってるっていうのが自己愛性人格障害ですので、その違いがあります。っていうのと、アスペルガーの場合は空気が読めなかったりこだわりが強いっていうのが
あって、それは自己愛性人格障害の人が当てはまる場合もあれば当てはまらない場合もありますので、その自分の例えば配偶者とか身近な人がアスペルガーなのかな、自己愛性人格障害なのかなってどっちかわからない場合は、その親御さんの養育環境がどうだったかっていうのに着目してみるとわかるかもしれない。親御さんがすごく毒親だったりとか、変な愛情のかけ方をしてる、育てた場合、条件付きで何かすごく勉強頑張って成績良かったらすごく甘やかされたみたいなっていう、ちょっとなんか普通とは違う愛情のかけ方だったり、あと親が途中で離婚などでいなくなってるっていう、そういった過去がある場合は自己愛性人格障害も可能性もあるかなと思います。でもちろんですね、両方兼ね備えてる人もいるんですよ。もともと生まれ持った気質としてアスペルガーの気質があって、で養育環境によってより他人から認められたい褒められたいっていう気持ちが強くなって自己愛性人格障害になったっていう人もいますので、両方もありうるっていうことになります。なので、その DV とかモラハラとかする人の場合とか、あと、その空気が読めなかったり言葉が通じないパートナーの場合、どういうふうなコミュニケーションの取り方をするかっていうのと、どういう過去があるかによってアスペルガーが自己愛性人格障害なのか、または両方なのかっていうのが異なってくるかなと思いますので、もちろん断定はできないですよ。断定はできないですけれども、そうなのかもしれないっていうので頭に留めておいていただくと、ちょっとは関わる上で楽になれるのかなと思います。特にモラハラとか DV とかある場合、特に自己愛性人格障害の人がモラハラしてくるときに、お前が悪いっていうのをすごく言うんですよ。俺を怒らすお前が悪いみたいな。でそれを真に受けちゃって、でその相手の方ですね、配偶者の方は自分が悪いんじゃないかってすごく責めて自己肯定感下がっちゃう人が結構多いんですけれども、でも相手が自己愛性人格障害だったとしたら、それはもうそういう障害持ってるから、そういう風に言われるのはしょうがないこと、しょうがないって言っているのか分かんないですけれども、言われる方が別に悪いくはないし、自分を責める必要も全くないし、自己肯定感を下げる必要もないっていうことは頭に留めておいていただければと思います。ということで、この動画が参考になったと思っていただきましたら、高評価のグッドボタンを押してください。私に何か取り上げてほしいテーマのある方は YouTube からコメントしていただくか、詳細欄に記載の LINE 公式アカウントからお友達登録していただいてメッセージしてください。このチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。